ギャラクティカ。さあ始まりました、ニコ7チャンネルのギャラクティカということで、今回は私シーサが出演させていただきます。そして改めてこのギャラクティカがどんな企画かというのを申しますとですね、神 FG、 鬼 FG、 そして激 FG、この3つをですね、目指していくという企画になっておりまして、で神 FG というのが店内で、一番の出玉、そして鬼 FG というのは自分が打っている島の中で一番の出玉で、激 FG がプラス収支ということでですね、まあ最低でも激 FG は、残して帰らなくてはならないという、まあそういう企画ですね。さあそして今回お邪魔しておりますのは千葉県野田市のアムディ野田店さん、今日僕初めて来たお店で、全くこうどの機種が人気だとか朝からどれぐらいのお客様並ばれてるかっていうの分からなかったんですけど、まあ今日は週末ということもあって多くのお客様朝から並ばれておりました。で多くのお客様が向かわれた先がオス番長3だったんですね。あやっぱり今どこでも人気だなと思いながらも、まあ、圧倒的な人気機種という感じでまず向かわれました。でその他リゼロに向かわれるお客様もいらっしゃったので、割と大都議県さんの機種が強いのかなというふうに感じまして、僕は正宗3を朝から、抑えております。まあ、正宗3といえばね 6.1 号機の、まあ、最近出たまだまだ新機種といったところですけども、やっぱり 6.1 号機になっていろいろこう6号機も変化してきてますし、6号機の中ではまたこう荒れやすい機種というふうに感じてますので、まあいろんなお店でねまんまいオーバーとかも見てきてますので、まあ今日はその正宗3で FG を目指して実践を行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあそれでは正宗3打っていきたいと思います。いきます。よし、フィールグッド FG を目指してですね、出陣の時は近いということで、朝一はおお紫、これカウンター5回以内の、まあ、出陣に期待が持てるというところですけど、最初から紫は出陣連か出陣連 EX か裏濃厚、朝からいいモードにいますよ。なのでまあ5回以内に出陣に行くと思いますけど、これ5回までに出陣に行かなかったら裏モードが決まっちゃうので激アツじゃないですか。バラエティコーナーはいいですね。いろんな音が聞こえてきて、こう聞こえてきた音に対してあれ何の機種だろうって一人で頭の中で聞きスロしながら打ってる時もあります。まあ出陣連か出陣連 EX にいたと思いますけど、どうかな。ここは竜玉も持ってないので、もう又部出てきたらやばいですね。又部か才蔵か、まあ出陣連モードは早い出陣に期待持てますけど、だからといってここをね突破できるわけじゃないので、又部出てきたら厳しいですね。モードが良くてもさすがにここはない。天使の士気を高めよう。さああとは、まあ、この後また出陣連にいるかどうかですね。お出陣、まだ出陣連モードにいたんでしょう、おそらく。ここはサスケに出てきてほしいな。あ、巨人。さあこれでダメでも不動の極意のチャンスですけど、またべか、またべなのか。ここのレア役がチャンスゾーンの抽選っていうのがね、ちょっともったいないですよね。今の巨人なんて、いやー厳しい。伊達軍の動向に注目せよ。こちらが一応次の出陣の、まあ、期待度がアップっていう示唆ですね。
次の出陣は当たるかもよっていう。さあ強チェリーありますので、ここチャンスゾーンがあるかも。出陣連もね 50% なんでそんなループしないですもんね。もう通常にいる可能性が高いんじゃないでしょうかね。さあ強チェリーからうどんの極意でございます。とにかくこの10ゲーム間は子役を引かないとね、この熟兵力ずつしかなかなか上げていけないので、リプレイでもいい、そう結構リプレイでも3桁引けるので、子役さえ引ければしっかり勝負できます。全然やなあ。弱い。280兵力ということで 28% ですね。そして渡部、いやーここまで割と早めに出陣行ってチャンスも行ってますけど、全部渡部だもんな。これじゃいかん、これじゃいかん。来ましたね。これが3回目の出陣になります。全然チャンスアップ来ないですね。まあサスケがいないぐらいですかね。またベースが出てきません。ダメだね。ボタンも出てこん。厳しい。出陣はおお、チャンスゾーン。弱チェからですね、弱チェからの不動の極意。これは6でも確か 3% ぐらいしかなくて、低設定だとかなり低かったんで、ここはちょっとね、あの嬉しいというか、高設定にも期待が持てるところですよ。3回目なんでそろそろ恋愛役1個、あ、来ましたね。 200OK、 あと4ゲームあります。370です。またべだろうな。お、再造来ました。あの全然当たってないし出玉もないんですけど、今の瞬間ちょっと FG ですね。ちょっと FG、ちょっと気持ちいい瞬間でした。しかも赤文字、ここはもらった。46枚の投資が今8本。374ゲームでただなまる工場戦突入になります。さあ行くぞ。まあここですよね、一番突破せないかんところは。さあ2回突破型のチャンスゾーンです。一撃 50! ちょっと弱くない？ 50 は厳しい。真田丸工場戦は50%か、きついな。まあ強チェリーでも引かないと無理だろうな。いやさすがによ、爪が甘いぜ。楽しませてくれよ。さあそうよね。おお、イロハ登場。設定4否定でしたよね、確かね。設定4否定。
3回目で煽ってる。多分3回目で出陣行ったんじゃないですかね。これ3回目からの前兆ですね、出陣カウンター。まあ緑ですし、出陣連モードは硬いかな。さあこれで10本目になります。460枚。出陣自体は本日これが4回目。ここを突破できたのはまだゼロ。そろそろどうかな。お、サイゾー出てきてくれた。やっと出陣突破できるか。あー金持ちだ。よし、これで2回目の棚田丸工場店はもう間違いないですね。目前です。ここは割と早かったですね。さっきの真田丸工場戦が終わって89ゲーム。さあ2回目。ちょっと 50% はやめてほしいな。さっきみたいに連打でいきましょう。絶対超えろ。もうなんかモヤモヤしますね。チャンスは迎えとるけど、こういうところよ。ザクチェリーか。 50% 2連続。ボーナス中も何もなかったですね。チャンスのセリフは、あー厳しい。そのような体験では重くて動けない。わしにとっては木の枝当然よ。爪が甘いぜ。ふぅ、 50% 悔やまれる。さあ、おお、これは嬉しい。ちょっと1回も雪村決戦行ってないけども、これで今日2回目の個人的 FG です。ちょっと又部倒しただけでなんか超嬉しくなる。さあ又部撃破した真田丸工場戦、これを突破できんかったらダメでしょう。また次いつになるかわからん。サイゾ、サイゾ、嫌だな。又部嫌だって言ってたけど、やっぱサスケも嫌っすね。肉道術とは一体何なのか。真田丸へはと我が忍術。いや簡単じゃないですよ、サスケも。うわぁ、せっかくまた目超えたのに。お願い。はぁ、残念。真田丸工場戦は2連敗。そして小十郎ですね、終了画面が。設定3否定。これ5、6の可能性高いと思いますよ。もう設定4否定が出て設定3否定出ました。でジャックチェリーから不動の極意言ってるでしょ。5、6、どっちかじゃないか。次回出陣にて勝利を収めよう。さすれば決戦の道は開かれん。めちゃめちゃ熱い。次の出陣突破できれば。さあ行くぞ。あ、ここで行軍か。ん？耳を澄ませよ。あのタイミングだったんで行軍になるかと思いきや、歌確定です。よしよし、これでもう雪
村決戦まで行くでしょう。それでも又部出てくるんだ。歌流れてなかったら全然勝てる気のしないバトルですけどね。でも大丈夫。さあこれで真田丸向上戦は3回目になりますね。1回目2回目ともに 50% でした。さあ 100% 出てくるか。さあこれが3回目。いきます。100、はい、100やりました。これで雪村決戦確定でございます。では参ります。まあ、弱手からチャンスゾーン行ってるっていうのももちろんいいし、そして設定3否定設定4否定が出てるっていうのがまた面白いじゃないですか。もう上か下かしかない台ですよ。上じゃないんすかこれは。もうさせないのか。まあ言っても政宗3はね、もういかに AT を長く消化できるかが大事なんで、ここから長い2時間ぐらいの AT になったらいいな。さあ始まりますよ。ボリューム変えてないんですけど、もう雪村決戦が決まった瞬間めちゃくちゃ音がでかく感じますね。では雪村決戦のお時間です。さあ行きましょう。リプレイで 100%、 はい確定です。ここ青7、いきなり2つぐらい取れたらよかったけどな。政宗3の AT 中はまあその助玉の中身次第、要は対応薬が引けるかどうかっていうのはめちゃくちゃ大事になるんですけど、本当にこう叩きどころが満載でタイミングよく対応薬を引ければ、あ青7取りましたね。これはあれか、1セット目の保証分とリプレイの分で2個っていうことですかね。これで2個目ですね。青7、
鬼 FG を獲得するためにはこの島の中で一番出す必要がある。そんなにまだめちゃくちゃ出てるっていう台はないですもんね。まあ、まず激 FG はこの時点で確保しますよ。598枚ぐらいは。あー、三日月目苦手なんですよね。 50% しかもちょっと怖いな。これはなんか引いたか。三日月目違う、太陽薬なしでクリア。これで3つ目で炎上戦に行くと雪村ボーナス獲得できずとも追撃が 50% で来るので、青なら揃えればそこで一気に数百枚のボーナスを引いて、その中で何やかんや引いてっていうのが理想ですね。4セット目、ここも1個リプレイで 33% か。緑あるか。あった、早い早い。これで4つ目の青ならになります。さああと2つ炎上戦まで。さあ行きますよ、5セット目。ちょっとスケ玉が弱いんでそろそろ2つか、熱いやつ。あー1つリプレイ 50%。 ああいいですね、ここはリプレイで 50% ですけど、当選すれば100枚オーバーのボーナスゲットとなります。リプレイぐらい引けますよ。三日月目いらないいらない、それじゃない。おーい、あと3ゲーム。ちょっとおーい、ラスト。さあまあもうリプレイ顔7なんで、あ、揃いますね。リプレイじゃない、まあ、リプレイだと100枚オーバーの青7チャンスでしたけど、まあでもとりあえずクリアできてよかったです。これであと1個ですね、炎上戦まで。あぶな。はい、6セット目になりますので、ここで青7を揃えられれば次が炎上戦というところですね。全部1個だ。あ、でもリプレイ引ければここは確定です。さあ行くぞ、早く来てカットイン。はい、これね炎上戦まで確定ということになりました。まあ一つのラインを超えたというところですね、炎上戦で。ここから一気に加速させれるかどうかは次のスケ玉の中身にかかってます。赤7だと、まあ、最低100枚以上最初もらえるので、赤7取れれば収支も、まあ、ほぼプラスになっていくかな。まだ白です、ここは。さあ炎上戦、スケ玉は2個以上のセットになりますね。三日月目で 100% しかも青7 2個リプレイで 50% 赤7出てこず。ただ三日月目熱いですね、三日月目かなり熱いですね。まずはリプレイ 50%。 あ、2ゲーム連続のリプレイ。三日月目を引く前に、青7が2つあるか。お、あ、そっか、炎上戦なので追撃の可能性はありますが、あ、追撃でしょうね、多分青表示なんで。行きましょう、追撃。追撃中は青7揃いで、まあ、30枚以上の上乗せになります。ダブルで3桁ですね。さあこれで80枚合計。ここも揃います。
110枚強っ。はい、140枚ボーナスの消化ゲームが長いとその分特化ゾーンのチャンスも生まれますのでね。あーダメか、ちょっとカットインが弱い弱い、厳しいかな。あー終わった。まあまあ140枚のボーナスですね。全然溜まってないのかポイントは。2個、ベルの 33% ベルの 33% ベル引けってことね。あーちょっと待て、危な、1ゲーム目から中カットイン、よし、全然だな、スケ玉の数は。中身はいいですけどね、割と 100% 出てきてくれてるので。確定です、リプレイ。FG 調子出てきました。まあまあボーナスは引いとるけど、やっぱ外れを連続で引けてないのが全然ポイントが溜まってない原因でしょうね。ここでやっと青です。あー3つ来た、3つ来ました。厚黄色 33% で青7、2個黄色 33% で青7、ここはリプレイ 50%、 3つは厚いですね。これ青なら3つぐらい獲得できてれば超嬉しいですねって言ってたら、ベルを引く前にここはもう青なら揃いかリプレイです。はい、これで 50% ですね。すごい、ああベルじゃないのか。まあ派手な展開ないですけれども、めちゃめちゃ順調に出玉を伸ばしてますよ。あ、追撃もらった、追撃もらいました。さっきは140でしたかね、追撃で。60枚目。さっきより少ないやん、これだったら。よし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 、これでさっきと並びました、140枚。もう一丁。だいたいこの辺で終わることが多いんですよね。140、さっきと一緒。さあ、それでは次の炎上戦まで青7、あと2つ。ポイントはまだまだという感じですね。
さあ中間報告のお時間ですけれども、朝一正宗3に座りました。でここまでまだ初当たり1回ですけれども、まあ、今その AT を消化中というところで、当たりまではまあことごとく又部にやられてなかなかこう出陣を突破できなかったんですが、まあ、モードも朝から良かったし、あと若年役からチャンスゾーンに入ってるっていう部分がいいですよね。であと設定示唆の画面も設定3否定4否定が出てるので、もう1、2か5、6っていうなんかこうもう上か下かみたいな2択になってますけど、動き的には高設定の可能性十分あるんじゃないかということで、まあ多分僕は5か6を打ってるんじゃないかと思います。ただ、今ちょっとプラスになったぐらいなので、ここからさらにこの AT を伸ばして余裕を作って、でまた通常時次のあたりに早めにつなげていけたらなと思ってます。今一番神 SG に近い台 何かというと、見た感じ南国育ち30がですね、出てるんですよ。全体的にというわけじゃないんですけど、まあやっぱりひとたび天国モードに上がれば2400枚出ちゃう台なので、まあ、出玉という面では南国育ちの、まあ、1、2台が神台になるんじゃないかというところでですね、かなりこう伸びてる台があります。なのでそれに負けないようにお互い 6.1 号機ですから、しっかりこの AT をまずは伸ばして結果につなげていきたいと思います。さあ行きましょう。今799枚の獲得から12勝というところですね。さあ2回目の炎上戦、ここで掴めるかどうか。ここ突破すればもう一撃1000枚オーバーも近いですからね。ただ三日月目の 33%1 個、ちょっと厳しいセットかな。三日月目なかなか引けてないですね。あー、いった行った。これで炎上戦2回目確定です。はい、よし。ここはまだポイントはそんな溜まってないみたいですね。さあ行きます、炎上戦。赤7、あー来た。ベルの 100% です、ベルの 100%。 そしてリプレイの 50% で青7。ここはベル、絶対ベル、ベル。はい、決まった。赤7、雪村ボーナス確定でございます。よーし、出すぞ。こういうところがやっぱり正宗3の面白いところじゃないですか。レバーオン次第でこう自力で当たりをつかめるっていう、面白いですね。さあ雪村ボーナス初当たり時は100枚以上のスタートになります。100枚。であとはこの後の6問戦チャンスもあるし、ボーナス中はボーナスのサマイスの上乗せ抽選もありますので、まあやっぱり出玉を伸ばす上で欠かせないのがこの雪村ボーナスですよね。何にもありませんでした。あっという間に100枚獲得です。さあ引き戻しの6問戦チャンス、2択チャレンジですね。ナビ発生時は恋愛役でナビストックです。あー来た、よし、雪村ボーナス2連目。おお、ここも100枚いった、ラッキー。上乗せチャンス、まあこれまで 6.1 号機が出るまでの6号機の AT 機は、まあ、6ともなれば当たりは軽いが AT なかなか伸びないという台が多かった中で、この設定6でも、おお、追加から設定6でもね、期待枚数が1000枚以上あるというのはめちゃくちゃいいですよね。これで2回目の雪村ボーナスが終了になります。ラスト、なかなかこれが続かないんですよね。まあでも100枚100枚取れたので、雪村ボーナスだけで200枚と上乗せ30枚です。さあ行きましょう。リプレイ50、
付け玉1個が多いですね。お、小十郎で外れチャンスですね。これは行ったでしょう。はい、黄色ですね。まだこの上に緑赤ってありますんで、まだまだか。そこまで頑張れ。1個ばっかりだな。お、青7、3つ。ベルで 100% 青7、3つ。これはでかい。ベル、ベル、あー、ベル、あー、来ない。ベルお願い。三日月目がない。ちょっとここはベルが欲しいよ。よし、青七三つ。最低150枚もらえます、これで。2つ目、3つ目、これ気持ちいいな。青7、青7。であと雪村ボーナスが1回あるだけ。あ、追撃が2回ありますけど、ちょっと突破ゾーンは弱いですね。140枚2回だけやし。2つ目、まだ黄色ですね。3つ目のストック分になります。さあ、これで先ほど獲得した3つの青7が終了になります。ポイントはまだ黄色のまま。もう20勝。早い時はもうこれでね、秀吉ジャッジメントを行ったりしてましたけど、今日は全然そのあたりが追いついてないですね。ちょっと弱いセット、リプレイの 33% なのでね、3回ぐらいリプレイ行きたいセットですけど、1回もコン、ラスト5ゲーム。リプレイ引けず。はあ、ここで途切れたか。あとは押し順ですね。ここで持ってくる。いやー、まだまだ終わらせたくない。いけ、よし、決まった。つなぎました、押し順まで。これで20勝目になります。21勝目か、これで。あー、危なかった。で、このあとあと1回青7揃えればまた炎上戦と。ここでね、息を吹き返してまたひとなびあると、もう本当にあの押し順当て正解できてよかったって思いますよね。ふう、危なかった。やっぱ 33%1 個は怖いよ。1個かー。あー、でも 100% だ今度は。ベル、はい、これで炎上戦決まりました。よし、さあ、もう一回雪村ボーナス獲得なるか。炎上戦以外の助玉がほぼ1個なので、もうほんとここだけはしっかり生かしたい。三日月目の 33%、 三日月目の 100%、 赤7は今回出現せず炎上戦。まあ、ただ追撃のチャンスですね。
もちろんここは青なら取れれば。あ、いった、1個は確定。33番取ってれば3つ獲得になります。ここでボタンが出てくれば、あー取った、青7、3つ取ってます。よし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 。そして炎上戦は、あ、炎上戦じゃない、追撃はあった、追撃もあった。フルコースでしたね、ここはね。三日月目からの、一角、ここも大丈夫。これで140枚、ここを今日は超えれてませんね。2回とも140枚で終わってます。大丈夫でしょう、大丈夫じゃないの今のカットイン。え、また140枚。まあまあ、でもこの後2つの青7が控えてますのでね、青7のストックがあと2つ、これで緑まで行きましたね。なかなかポイントが貯めれてないのはやっぱりハズレを3ゲーム以上続けていくっていうことが少ないからでしょうね。緑までは行きましたけれども、すでに25勝してます。これでまだジャッジメントまでもうちょっとという状況ですね。リプレイの 33% 決まってほしい。30、おー、よかった、弱かったので今のはちょっと揃わんかなと思いました。赤、あー行った、赤まで行った。さあ、いよいよ秀吉ジャッジメントも近づいてきました。ここは届かせよう、雪村、あ、雪村じゃない、秀吉決戦まで。うー、厳しかー、三日月目 33%。 あー、やばいやばい、赤まで行ったのに、お願い、ラスト、うわー、もったいない。これでポイント貯めて秀吉ジャッジメントならもう一撃2000枚オーバーもね、現実的になってくるところだったんですけど、もう一回当てよう。あー、終わってしまった。1747枚、まあ枚数的にはまあまあ出ましたけど、もうちょっとで秀吉ジャッジメントというところだったので、ちょっともったいない終わり方ではありましたね。サスケがいきなり狂乱で、これは強そうな出陣ですね。進軍は順調、強そうですね。はい、サスケ、あー来ました来ました。やはり多分あのカットインはこの下だったんじゃないかな。さあ、先ほどの雪村決戦終わって2回目のさだなまる向上戦なりそうですね。378ゲームまで回してます。
あとはここよ、今日は50か100、もう両極端、激アリツが。100で頼む、もう1回。真田丸登場戦、一撃でいきます。あー微妙、60、50よりマシっていうだけの数字ですね。さあ 60% 今日初めて出てきた数字ですが、まあまあまあ、ここはもう誰か出てくるんでしょうがない。ただまためここでやっつけとけばかなり楽になる。次が、はあ、おー取ったぞー、また目取ったぞ。よし、あとはどちらか。人権を崩すでないぞ。わこれは熱い。次は再造じゃないですかね、これで。さあ楽しみな2戦目。あ、行った、行きました。これで2回目の雪村決戦突入になります。めちゃかっこいい。恩師を収める者としてこの戦あ、サスケなんだ。でも今の確定、あ、サイドなりましたね。外れたの見たことないもんね、今の演出で。絶対大丈夫。あ、もう決まりです。やった、なんとかプラスの状態で2回目の雪村決戦確定です。よし、あとはここどこまで伸ばせるかですね。まだ神 FG 鬼 FG の可能性ありますからね。頑張りますよ。先ほどは秀吉ジャッジメントまでもうちょっとというところで終わってますのでね、ちょっと今回頑張りたい。さあ2回目の雪村決戦スタートです。目指せ2400枚。おお、いきなり3つ、いきなり3つ、バラバラか。33%。ここで勝負を決めたいですね。完走ってなれば1時間以上は消化することになると思うので、まあ、2回目ですけどここしっかり出せればもう十分。ベルですね、 100%OK。 え、引けない、違うやん、危な。2つ目、そう、まだまだ序の口よ。先ほどと同じベルで 100%、 1個だけいった。よし、
先ほどと同じこと言いますけど、まずは炎上戦まで無事にたどり着くこと、そこからですね手玉を伸ばすのは。4セット目よし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 、リプレイで100、三日月目で 33%。 早速三日月目出現です。うん、取れてない、取れてない、早くリプレイを引くんだ。おーい、お、鉄格子が出てきた、まあ、リプレイですね。はい、まずは炎上戦まであと2つというところまで来ました。おお、こうやっていきなりね赤7来ることもあるんですけど、まあまあここはハードル高めの三日月目で 33% 引けないかな。おお、赤7取れませんでしたが、ここはまあ継続ですね。さあこれで炎上戦まであと一つ、ここで二つぐらい欲しい。おー、レアイク熱っ、一個かー、ベルで 50%。 さあベル 50% ですね。2ゲーム連続、さすがに 50%2 連続は熱いでしょう。取れてないの？嘘、マジで。ちょっとラスト1ゲームですよ。あー、よかった、とりあえず突破しました。さあ炎上戦までたどり着きました。これでよしよし。さあ今回一発目で赤なら持ってこれるか、最初の炎上戦です。あー、三日月目で 100% いただきました。これ三日月目で青七赤七ダブル当選ありますね、まあ、リプレイでも 50%。 ベルないやん、2ゲーム連続取っとるけど、こういう時にベルが来るか。あー、これは引いたよ三日月目。さあ雪村ボーナス当選です。あとは青七も取れてるかどうか。よし、さあ雪村ボーナス100枚スタートですけど、いきなり押し順が手がきましたね。2択、あー、ダメか。うわ、乗せチャンス、よし、ボーナス中の赤ならぞろいは枚数乗せですね。50枚。さあ行きましょう、6問戦チャンス。先ほどはこの6問戦チャンスでの引き戻し1回だけでしたね。よしよしよし、雪村ボーナス2連目。もう赤ビジョンです。ここは上乗せでしょうけど、強チェリーか弱チェリー。さあ行きましょう、3連目あるか。うーん、3連目
さあ行きましょう、6問戦チャンス。お願い、4連目。今回は雪村ボーナスが絶好調。どこまで伸ばせるかな。4連でしたね。まあまあでも良かったと思います。三日月目 33% はちょっと怖いセット。引いて33は辛いよ。三日月目引いたけど後期は微妙。あー、これは当たった。よかった。おう、100いただきました。まだ黄色か、まだ黄色。よし、2つリプレイ、リプレイ。おお、リプレイ聞いたら青なら2つ。これは嬉しい。引いた、青なら2つゲット。やっぱスケ玉1個と2個ではえらい違いだな。ポイントはどれぐらいだろうか。まだ黄色2つ。あ、赤プッシュボタン出てます。ここは赤7ですよね。はい、三日月目の 50% です。取りたい。ただ三日月目引けなかったら終了のピンチでもある。プレッシャーのかかるセットも残り2ゲームです。やばいやばい。うー、ちょっと待て、1000枚取れてないぞ。くー、904枚でした。ここまでかな。ちょっと時間的にもう追えないもんな。正宗3ここで交換します。はい、実戦終了しました。結局朝から座った正宗3を打ち切る結果となりまして、まずは収支の方から発表させていただきます。598枚の投資に対して1900枚交換できましたので、収支の方はプラス1302枚という結果でございました。まあ、今回このギャラクティカはそのFG になれるかどうか、神 FG か鬼 FG か激 FG かっていうところで、まあ、全体と比較してみると、そうですね、やっぱり強かったのは南国育ち。これがですね、朝から最初の当たりで天国行って、でその後すぐにこう、まあ、乾燥近い出玉があったというところでぐーってこう伸びてる台があったんですよね。まあ、おそらく南国育ちが神 FG という面では一番可能性高いかなと思います。でバラエティコーナーにもあのブラッドプラス2人の女王ですね、これが今 ART がすごい伸びてて、まあ、2000枚から3000枚ぐらい出るんじゃないかっていうぐらい今伸びてるので、もしかしたらこれが南国を超えるかどうかっていうところで、まあ、僕の結果はその2機種にはちょっと及ばずというところでございました。まあ、ただプラス収支は残しましたので激 FG というところはまあ死守した感じですね。
はい、ギャラクティカまた機会があれば、参戦させていただきたいと思いますし、こちらのアムディ野田店さんもですね、非常に今日は多くのファンの方にも来ていただいて、たくさんお声掛けいただきましたので、また千葉県での収録も楽しみに今日はこれで終わりたいと思います。